皆さんこんにちは、武田塾の高田です。山尾です。今回のテーマはトッキーについて語ろう。トッキーっていう大学群があるんですよ、はい、皆さんまずご存知ですかと、はい、結構大学のこと詳しくないと知らない人多いと思うんですけど、そうですね、ちょっと山尾先生おさらいでお願いします、はい、ですね、トッキーそれぞれ大学の頭文字なんですけども、はい、まず筑波大学ですね、はい、次お茶の水女子大学、はい、千葉大学、はい、神戸大学、はい、横浜国立大学ということでね、まあ難関国公立群ですよね。宮廷に準ずる大学みたいな感じですか、うんうんうん、地元の大学よりはもちろん難しいし、はい、かといって、まあ、宮廷ほど難しいわけではないしみたいな大学で、うんうん、ここがね今すごい人気急上昇中なんですよね。ですよね、うん、なんかこう肌感覚僕らも実際今いろんな教室行って受験生のこと話してて、はい、例えば神戸大行きたいですとか、うんうん、横国行きたいですとか、うん、そういうこの割合って数年前と比べても増えてる気がしませんか。ですね。一応の国公立、はい、広島大学とか、はいはい、他にもね、いろいろいい大学あると思うんですけど、はいはい、あとは総慶とかね、はい、G 町とかよりもそっちに行きたいって子が増えてる印象はありますね。あとそうですね、コロナ禍の影響なのかもしんないですね、うん、もしかしたら高一高二でトッキーを志望する子も多いし、うん、トッキーって本当にいいなと思ってて、もちろん高学歴だし、うん、もちろん大学としてすごいレベル高いし、立派な大学、難関大学だし、はい、ただいけそう感もあるっていうね、うん、ちょっと手が届く感ですよね。そう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 、はい、クラスで 2,3 番目に可愛い女の子集めた AKB 理論みたいな、手が届きそうなところが一番モテるみたいなね。はい、はい、そういうことです。なるほど。ちょっとおさらいでそれぞれの大学の特徴とか話しますか。そうですね、やめせる。筑波はどんなイメージですか。筑波大学ね、茨城県にある大学なんですけども、はい、首都圏からも1時間で行けて、まあ、実はアクセスがいいと。ただ東京から通う人も結構多いですね、はいはいはい、なんか研究に力入れてるっていうイメージありますね。そうですね、最近だと指定国立大学にも選ばれて、はい、これあの宮廷でも入ってない大学あるぐらい、はい、大学の権限が増えて経営がね、いろいろな方面に、ね、できるようになるような制度なんですけども、はい、そういうの選ばれたりとかしてますよね。旧師範学校でね、学校の先生の教育とかにも力入れてるっていう、はい、そんな大学です。続きまして、お茶場はどんな感じですか。お茶の水女子大学、これね、日本にまずあの国公立女子大ってまあ大きく2つ、はい、お茶の水女子大と、あと関西と奈良女子大ですよね、はい、この2つあると思うんですけど、はい、東京の国立女子大ということで、はい、まあ、人気が高いですね、うんうんうん、はい、場所もすごいいいですし、やっぱ理系に強いっていうところも結構、はい、理系上のね、憧れの場所みたいな、あ、力入れてますね、はい、なってるかと思います、うん、続きまして千葉大は、はい、実は千葉県って首都圏って思われがちなんですけど、はい、結構遠いんですよね。遠いですね、都心部から意外と離れてて独立してるなって、はい、そうなんですよ。もちろん医学部とかもありますし、うん、国際系に力を入れていたりとか、本当にちょうど難関大すぎず、なんか地方誇りすぎずみたいな、ちょっといい位置に、それは全部トッキーそうです。トッキーそうです、確かに。続きまして神戸大学どうでしょう。神戸大学、こちらもね、京大、阪大、神戸大という形で、うん、関西ならたる、まあ、難関大学ですよね、うん、特に経営系とか強いですね、うん、文系が特に力入れてるなっていう印象の大学です、はい、続きまして横浜国立大学どうでしょう、はい、こちらはね、まあ、関東ってやっぱ国公立そんなに多くない気がしてるんですけど、あ、 はい、まあ、その中でも横浜にあって目指しやすい国公立大学の一つだと思うんですよね、うんうんうん、とにかく関東の国公立行きたいって人はまず横国を目指すっていう印象はありますね。そうですね、レベル感としても狙いやすいですし、結構総計とかで併願する人も割とイメージではあります、ね、理系の人数割合も多いし、うん、建築とかも特に有名っていうのは聞いたことありますね。強いですね、はい、いろんな分野で結構学べること多いので、実際そのトッキーってじゃあどんな対策していけばいいのっていうのをちょっと後半で話していきたいなと思うんですけど、はい、まず大事なのはトッキーに関しては共通テスト対策、これめっちゃ大事ですね。やっぱり共通テスト基本逃げ切り型で受かってほしいなと思ってて、宮廷の子たち、東大、京大、名古屋で阪大、まあ、この宮廷の子を目指す人たちは圧倒的に二次の勉強量がかなりのウェイトを占めるんですよ。配点も特に理系ですけど、やっぱり二次重視の配点のところは多いですけど、宮廷と比較してこのトッキーはやっぱり共通テストの割合が高いです。共通テストと二次1対1のところは多いかな、千葉大は二次重視ですけど、はい、それ以外のところはやっぱ共通テスト重視するところすごく多いので、うん、共通テストでできるだけ点数をちゃんと確保していく、そのこと考えたら共通テストでしか使わない科目、理科基礎とか社会とか、うん、理系の子でいう地理とか国語とか、うん、そのあたりの教科でもちゃんと対策しておくってことがより重要ですね、うん、なるほどですね、はい、次二次対策なんですけども、はい、武田塾の参考書ルートでいうキャンパスとかのレベルまでを各教科仕上げておいてもらえたら十分かなと思います、はい、プラスで過去問演習だとか、うん、数学とかでいうと重要問題集っていう参考書があるんですけど、うんうんうん、追加で演習するんだったら重要問題集のレベルとかを確実にやっておくといいかなと思ってて、トッキーの特徴は難問が出ないっていうところがいいところかなと思って、例えば宮廷とかだと、はい、東北大にしろ名古屋大にしろ、うん、やっぱり骨のある問題、難問鬼門、はい、こう受験生それ無理だよみたいな問題ってやっぱり毎年1台は出題されるんですよ、まあ、最難関ですからね、そう、特に理系だとやっぱ難しいです。ただトッキーは
場合によってはですよ、旧帝と同レベルやったりもしますよね、神戸大と、じゃあ北大旧大どっちが難しいんだって議論もあったりするじゃないですか、難しいです、なんですけど問題は明らかに旧帝の方が難しい、トッキーの方が優しいです、でトッキーはどっちかっていうと典型問題がメインなんですよね、いわゆる入試の問題集に載ってるような、まあ、入試のある意味王道であり鉄板であるような問題っていうのが多かったりするので、参考書で対策したことがそのまま活かしやすいなっていう、そういう大学やったりしますね、ちょうど標準レベルの問題が出るってことですね、基礎標準応用だとしたら、旧帝だったら応用が大事やったりするわけですよ、二次のために難しい問題もさらっとかないといけない、ただじゃあ神戸大です横国ですってなってくると、トッキーですってなってくると標準レベルを幅広く演習することの方が難問対策よりは大事だよ、あと完成度とですね、そうなんです、そうなんです、幅広くっていうと、完成度がめちゃくちゃ重要ですよというふうになってきます、なんでトッキーを今目指す人すごい増えてるんですけど、共通テストで逃げ切るのと完成度重視で典型問題を幅広く抑えること、これが難問よりも重要なんでやってもらえたらなと思います、はい、わかりました、最近人気をトッキー上げてみました、はい、今回は以上です、高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、焦ってる受験生も、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。